日本代表は7日に行われたカタールワールドプアジア最終予選の中国代表戦に1、0でリシタ。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を試し実施中、9シリーズは2日にオマーン代表戦を落としたのの中国には勝って1勝1敗。アジア最終予選で2試合を得てグループ4位につけている。 ワーとカップ出場権を獲得するためには、一つの不も許されない状況が続く。そこで極めて重要なるのが、10月シリーズの2連戦だ。日本のキャップを務める DF、吉田麻也は、前半の鍵になると、うと気を引き締める。日本代表は10月シリーズ7日にアウェーで、サウジアラビア代表と、そして12日にホームで、 オーストラリア代表との対戦予定している。いずれも9月に2連勝して勝ち点6積み上げ日本より上位につけているチーム MF 柴崎学はサウジワラビアとオーストラリア10月にアウェーとホームで対戦しますけど5予選で一つのターニングポイントになるかな。ここで勝つか負けるか引き分けるか いろいろな結果で今後が大きく変わってくる要素はるのかなと思いますと述べた。今回は入国翌から3日連続で PCR 検査陰性でなければ試合にでできないというルールの縛りを受けて欧州の一部選手がオマーン戦に間に合わず。また、州組の選手たちはシーズン開幕直後のコンディションが万全でない中、日本への長距離移りを強いられた。 国内組も J リーグが連戦中で、地無全体として状態の悪さが目立った。そして土日本に集まってからカタールへ移動とい過酷な遠征があり、試合に向けた準備に大変困難があったのは否めない。だが10月も同様に備え段階で極めて難しい調整を強いられるだう。一戦目の開催地であるサウジアラビアは、 非代表選手の大半がプレーする欧州から近く差も少ない。しかし、現在は日中の気温が40度へ日没後も30度以上と厳しい暑さを記録してる。1ヶ月後に気温が急激に下がっているとは得にくく、冬に向かう季節の欧州から移動し、短時間で気候に順応するのは非常に難しい。宇治アラビアの試合会場は、 カタールのスタ、アムのように空調が効いていない可能性もい加えて国内組も週末の試合を終えてすぐ、ウジアラビアに移動し、オーストラリア戦の目に日本に戻ってくるとなると、その過酷さ、想像に難くない。長距離移動になるのは欧州も同様で。 現状の日程と開催地に変更がなければ、1戦目よりも2戦目のホームゲームの方がグップ最大のライバル相手に難しいコンディ、読んで戦わねばならないかもしれない。柴崎9月シリーズの代表チーム開催に際し、先ほど、無としても、10月は本当に大事なものになる、いう話をしていたので、ここが非常に重く受け、めて、 準備しなければいけないと強い覚悟を、にしていた。オマーン戦は、準備段階において、イジカル的にもメンタル的にも不足がだけに、まずは、中国戦の準備をスタンダードしなければいけないですし、より良くしなけばいけないと思うので、この勝利に浮かれず、だまだ自分たちは厳しい立ち位置にいるん、ということを自覚して、10月を全員で迎えたい、思いますと気を引き締めた。 吉田は欧州との差が一時間で移動距離が短いのは非常に大きい。もう一つは今回の9月から10月シリーズまで間隔短く戦術面のすり合わせに時間がそんなに足らないのは大きいとポジティブな面につって言及しつつサウジアラビアは僕たちより異準備ができていると最終予選に連勝中のそうに警戒を強める。サウジアラビア オーストラ、アモカチテン6を取っていて、僕らは、カチテン3なの、この2つを叩ければ、カチテン9で、同率で首位に並る可能性が出てくる。こんなに早く取り戻せ、チャンスが自分たちの目の前に来るという、とで、またモチベーション高くやらないといい、ないと思っています。再三言っていますが、こ、が鍵になると思います。吉田10月の2連戦を勝ち、抜くために、 森安はじめ監督は、どのような編成の、無を作るだろうか。自分たちのコンディシングを整える、気持ちの面での覚悟を相手より、回って戦っていくことの準備がまず必要だ。指揮官は言う。次のサウジアラビア戦は遅、く暑い中で戦わなければいけないと思いま、ので、オマーン戦のように、自分たちがやろう、することと表現することのギャップが出ないように、しっかりと、意思統一して、 チーム都市、いい距離感で連携、連動できるように準備、なければいけないと思います。結果が全てだ、思うので、結果にこだわって、結果を出すため、プロセスにこだわって、しっかり準備していきたいと思います。森安監督7大会連続の R カップ出場権を引き寄せられるか、遠ざか、しまうかの山場は、もうすぐ目の前にある。鳥、文、船木渡る、りょう、 thank you